これが事件の全てだ。まずはパーティーが始まった直後から事件を振り返ってみるぞ。野上の呼びかけで俺たちはホテル旧館の大広間に集まった。野上はある人物から送られた殺人予告を見て、今夜殺人が起きる可能性があると警戒していたんだ。そこであいつは俺たちを監視しておくためにパーティーを開くことにしたんだ。そして全員集合ってわけにはいかなかったけど、パーティーは始まった。でもその時すでにある人物が仕掛けた罠は動き出していたんだ。そいつは倉庫のコンセントに3台のアイロンをつなぎ、旧館の電力消費をギリギリの状態にしておいた。その上で11時30分になると作動するある仕掛けを用意したんだ。それは事務室と大広間にあったエアコンだ。そいつはそのタイマーをセットしておいたんだ。すでにアイロンでギリギリの消費電力だったせいで、エアコンの起動とともにブレーカーが落ちてしまった。そして窓が封じられていた旧館は停電と同時に完全な暗闇に支配されてしまったんだ。でもその時、戸上は持ってきたジュラルミンケースからあるものを取り出していた。それは暗視スコープだ。殺人を警戒していた戸上は様々な防犯グッズを現場に持ち込んでいたんだよ。暗視スコープをつけた戸上はそこである人物の不審な行動を目撃した。狛江田が卓上ランプの電源コードを手繰ってテーブルの下に入っていったんだ。そう、ここまでは何もかも狛江田の計画通りだったんだ。戸上に殺人予告の手紙を送りつけたのも、停電の仕掛けを作ったのも狛江田だったんだよ。そしてその頃、停電になった厨房では別の人物、真犯人が行動を開始していた。おそらく犯人は狛江田の殺人計画を知っていて、停電が起こることも分かっていたんだろうな。だからこそ犯人は暗闇の中での犯行に必要な道具を事前に準備できたんだ。まずは明かり。これは厨房の備品にあったカセットコンロだ。そして凶器、これもあらかじめ厨房に隠してあったものなんだ。シュラスコ料理用の長い鉄串だよ。犯人はそれを骨付き肉の中に隠しておいたんだ。その凶器とカセットコンロを手に廊下へと出ていった犯人は、自分の手にある明かりが大広間の方に漏れないようにまず廊下の防火扉を閉じたんだ。そして明かりを手に倉庫へと向かった犯人は、そこからあるものを手にした。そう、返り血を防ぐためのテーブルクロスだ。こうして準備を終えた犯人は床の穴から大広間の床下へと潜っていったんだ。きっとカセットコンロはそこで消したか、穴の入り口にでも置いておいたはずだ。大広間の床は隙間だらけだから、明かりを持って移動するわけにはいかないからな。そして犯人は事前に塗った夜光塗料を目印にテーブルの真下へとたどり着くことに成功したんだ。そこで戸上はテーブルの裏に隠してあったナイフを見つけてしまったんだ。もしここで戸上が引いていれば、きっとあいつは殺されずに済んだんだろうけど、戸上はそのナイフを手に取ってしまった。そしてその瞬間、床下に潜んでいた犯人が鉄串を突き上げた。犯人は暗闇の中でナイフの夜光塗料が動くタイミングをずっと狙っていたんだ。こうして戸上の殺害を終えた犯人は、わざと床下から声を上げ、自分が大広間にいるというアリバイを作り、
すぐに床下から出てくると大急ぎで厨房へと戻ったんだ。そして犯行に使った道具をまた厨房に隠した後で何食わぬ顔で俺たちと合流したんだ。これらの犯行が可能だった奴はたった一人しかいない。特に料理の中に凶器を隠すなんて意外な方法を思いつく奴はな。そうだよな、花村てるてる。